はい、こんにちは。それにですいきましょう。三国志大戦東演の投稿ページを作成するぞ。アンド兵法じゃない、宝具の作成と、超新水槽をやりまーす。というわけでね、もうあまりにもいろいろできないんで、動画の力を借りて、三国志大戦東演のページを作ることにしました。とりあえず、掲示板っていうのは作ったんですけど、掲示板がなんかツイッターのハッシュタグを使ってやり取りするやつみたいだったんで、私の目指してたものと違ったんですよね。もっとお気軽にそのリクエストとかコメントとかいただけるシステムだと思ったんですけど、違うみたいで、でもそれが投稿というものっぽいので、ちょっとねお試しで作ってみたいと思います。というわけで早速いきましょう。褒ませたほぼ毎月専用対戦、に関するどうしようかな、違うなの、何やろ、あ、しまった、見切り発車だった。タイトル考えてたつもりなのに、なんかいざこうやって決めようと思うと戸惑うね。まあ後で変えられるんだろうけどね。まずは仮でいいかな、とりあえず。ホマセタの、とりあえずね、リクエストという言葉を入れたい。リクエストや、なんかこう、リクエストやご意見受付所、こんな感じでいいかな。とりあえずこんな感じにします。カッコ借りつけなくてもいいかな。というわけで、とりあえずこれで作ります。で、カテゴリーが、管理人、何管理人管理人ってなんだっけ、管理人でも他の方がいいのないんよね。なんか攻略じゃないです、検証考察でもございません、デッキでもない、その他カテゴリー、これでいいか。雑談、雑貨、日記、イラスト、アート、ネタ、昇格、喜びの声、動画、便利ツール、イベント、宣伝、参加、これか。AI なんか選べなかったので。あ、選べた。で、これよくわかんないんで、これはこの辺にしとく。これ多分追加要素なのかな。投稿一覧への掲載、公開します。はい。コメント公開設定、公開全体が閲覧可能。はい、構いません。はい。で、こんにちは。こんにちはですか。こんにちは。タイピングができねえ。こんにちは。褒ませた、かっこ、ほぼ毎月全体ですね。運営させていただいて、サルウェインと申します。固くね。はい。この投稿では、私が、開催している、褒ませた、はい。なんか、なんとなくし、なんとかこう浸透させようとしてる感じがやばいけどね。関するリクエスト、いや、違うな。先に、お知らせも入れておこう。お知らせ、いや、リクエストや、ご意見を受け付けております。とりあえず、仮で作っておくね。あとでちょっと整備するんで、本当はあの整備したいとかいっぱいあるんですよ、そして登園ページって。自分の登園ページも開催しているなんかイベントとかは全部結構中途半端で、私のプロフィールとかずっといじってないんでね。気軽に、お申し付け、お申し付け、お申し付けとかしたよ。お気軽に、
書き込みをしてください。書き込んでくださいでいこう。くださいませ。ちなみに、予定例えばまあそれを書いていうかな、これは自分で随時設定できたもんね。開催予定2019年、すごい未来人。8月じゃない、9月が、官軍対戦。わあ、官軍に知れちゃう。いや、でもいいですね。やっぱ動画の力を借りると、すんなり何でもできますね。逆に言うと、それがないと私何もできない体になってしまった。なんででしょうね。10月、ここまで決まってんですよね。新軍対戦。2019年11月、これがまだ未定なんでね、はい。まあ、こんな感じですかね。まあ、これで一回とりあえず仮で作ってきます。一応カッコ仮するとタイトル変え、変えたい、変え、変える、変えるかもしれないけど結構変えそう。よし、じゃあこれで一回投稿します。なのでね、よかったら皆さんね、ぜひぜひ、忌憚なきご意見をいただけたらと思いますね。はい、これでさ、関連投稿、でコメントできるもんね。コメントテスト、とりあえずこれ入れておきますね。ああ、いけそうですね。これでじゃあお気軽に。これだったらコメントできるっぽいからいいですね。すごいシンプルなものができたけど。よし。じゃあ後でシェアしておくね。じゃあ次、いきます。あとね、よく言えばね、この警告使いの集いとか、この辺もだいぶちょっと放置になってるんだよな。この辺いじり直したり、私の、プロフィールね。これ、だいぶそう、この辺の開催済みイベントみたいな。この辺さ、1回で止まってるからね。この辺、むしろ、コマセタの方も、開催した、まあ、むしろイベントはね、ここにあるんだよね。イベントあるから、これ最悪ここやんなくていいんだけど、まあ、開催したイベントの、まあ、動画かな。せめてまとめ動画のリンクだけでもくっつけとくか。むしろ、まあ、コマセタの方だね。そう、これ、この投稿ページの方、あれ、触れないんだけど、なんで？あ、違う、今、なんか待ち時間があるみたい。まあ、作ったばっかりだから、あれかな？はいはい。で、これで、投稿ページがあって、こう、これは開くのか。ここに一応、今まで開催したやつとかのリンクはつけておこうかなと思うので、まあ、この辺は整備します、後で。はい。で、次いきます。とりあえず、気づきました。先日の動画で、私、聖地の方がなかったんですけど、作れるんですよ。聖地の方は作れる。これですね。そう、こうやって見るとちゃんと所持数っていうか、そう、よく考えたら、私さ、全部1個しか持ってないんですよ。1個しか作ってないんですよ。これが悪いんだろうな。そう、ちゃんとやっぱ戦略に応じて使い分けなきゃいけなかったんですよ。なんですけど、私基本的に警告使ってると、もう大体、まあこれ、作付きとか、作式とかが基本無難でね、そればっか使ってるんで、増やすという発想がなかったんですけど、これ作れるんですよ。聖地作りますか。だから例えばこれ、簡単に作れるんですよね。貝の玉5個で作れる。簡単だね。だからさ、余ってる弾きとか、弾きで今日は使ってるね。でもだいぶ腐ってるのがあるはずなんだよな。まあ、あんま使わなそうなやつ。でも結構どれもさ、無駄、あんまり無駄なのって弾き以外、それも失礼だけど、弾き以外実は言うとあんまり、あれかな、まあ、疾風って私あんまり使わない気がするんだけどね。なんか疾風だったら即軍でよくないとか思っちゃったりするんだよな。まあ一応馬だけなんだよね、疾風って。まあ馬にこだわってる。騎馬隊とか使う人だったら疾風の方がいいのかな。まあ、この辺よくわかってないけどね。まあ、知略とか結構余ってるね。知略なんだかんだでつけないんだよな、私。なんで簡単に作ることができました。で、ちなみに私、豪気の大構成と、豪気の大構成実は持ってない。あと、豪素の大構成、そして弾きの大構成は持ってませんでした。割となんか、何でしたっけね、条件がいろいろあるんだけど、その勢力いっぱい使ったりとかすると、まあ、その勢力の大構成とかは入ってくるんですよね、勇気って。だから僕の大構成とか2個は持ってます、それかな。
で、群雄と合流部分やっぱ使ってるから、まあ、なんか何らかの条件を達成するとゲットできるのもあるんだけど、基本的にはシステム変わってからは生成するというシステムになってるんですよね。それ将軍の方さ、あ、いけるんじゃない、そうそう、将軍の方マスター来た、来たんじゃないこれ、来ました、うん、やっとマスターです。増援って、あ、増援指揮は、あ、増援もマスターいけんじゃないこれ、来た来た来た、さりげなく、あ、待って、そうそう、これがないのか、増援って何つけたらいいかな、増援、まあ私がやるなら縄文防作が結局無難な気がするんだよな、でもこっち作るのにも結局この貝の玉使うんで、どうしてもなんか新しいの作る、でも聖地はちょっと作りたかったんですよね、まあ私のデッキだとあんまり聖地使わないんだけど、そうね、とりあえず増援マスターにしちゃいますか、で連冠で将軍がやっとマスターになって、あと私がよく使うのが結局警告能なんだけどね、どうしてもあれですよね、工作再建か、工作再建がマスターなんだね、一応ね、一応私号泣にしてるんだけど、ここちょっとね悩んでましたね、まあ弓兵多めに使いますからね、なんだかんだで号泣が無難かなみたいになっちゃいましたけどね、やっぱでもこういうなんかいいですよね、工作再建とかさ、まあ号泣とか、号泣もさ暴速とかつくんだよね、まあ号泣自身も作ってもいいんだけどね、このなんか3つつけられるのが熱いっすよね、車輪とかさ、この2つなコンスタントなのが、これ結構いい調整だと思うんだよな、結構無難なやつとかなんかね、結構コンスタントなやつは2個しか回がつかないんだけど、あの結構際物っていうと言葉は悪いけどは3つつけられるんですよ、持ってないからこれダメなんだけど、3つつけられるシステム面白いですよね、はい、というわけで、あ、じゃあ作るって言ったから聖地作りますか、聖地、ちょっと待ってね、一番作りたいのはこの中なんだろう、豪気、豪気豪層、まあこの中だったら豪気だろうね、弾きはちょっとまだいいかな、造幣そんな持ってないしね、聖地だけ作っておきますか、あまりのショックだったんでね、何がいい、これ1個ずつ、1個ずつ弾もらおうか、地力ってか、とりあえず15個ありゃよくね。15以上あるやつは使っちゃおう。ってか、言うほどあんまなかったわ。特有味か。延久ね。側軍ではあってもいいんだよ。側軍は結構強いですよね、実際、弾としては。制圧か。制圧、聖地には制圧つけたくない？工場もな、ワンチャン結構やりたいとこあるんでね。一気に落城を取る、別に結構なんか速攻タイプなデッキ私嫌いじゃないんですよね、車輪も結構使い道あるな、攻撃もあるな、なんだろう、いらないやつ、いらないのって意外とないよね、あ、弾きだすいませんでしたね、弾き使いの方ごめんなさい、これで聖地の方が作れるんですね、作れてきました、こういうことなんですよ、はい、何も知らんなお前はみたいなね、すいません、で最後に超新水としてお別れしましょう、一応各 5枚使うんですよね、だから4回は引けるんで、だってまあちょっとドットネットコインはね今動画買うのに結構使うんで、やめてて、でまあ一応挑戦です、今なんでかんだで東白引けてるんだけど、まだまだね、さあいきますか、 5% 固定されております、5人推挙、ああ、これはん、これ何、これドットネットコインかこのマーク何かと思ってる、これ5連とかした方がいいのかな、わかんないけど、できないんでいきますか、4回しか引けない、さあ散歩演出、懐かしい、これは強いのかこの演出、リーリンちゃんだっけ、どうなのどうなの、あーあらー複雑な気持ちだよ、ジョエさん、ジョエさん私使ってましたからね、あーで一応結構もらえるんですよ、これか超新請求をするとあれだ、金貨あれ金貨じゃないのか、金貨もらってないの、銀貨と銅貨か、行こう行こう、ガンガン行こう、お来たか、さ金扉だからなんだっけ、散歩系演出みたいなさ、懐かしいな、お、え、 5% やったぜ、やりました皆さん、早速設定するぜ、これって、あー、そうか、複数に設定するとランダムで出るんだよね、来ましたわ、これでいいのかな、これで設定変更すると
これで挑戦来ました。私挑戦ね、こっちの方が好きなんですよ。三北 AI もやりました。皆さんゲットしました。無事にこれでまたモチベーションを上げていけるかな。というわけで今回はこの辺で、あ、よかったら皆さんね、このホマセタね作ったんでね、よかったら何かしらコメントいただけたらありがたいです。ではお疲れ様でした。バイバイです。